おはようございます。6月8日8日ですね。朝5時40分の相場解説になります。いや、昨日はねちょっとねやりすぎちゃったかなと思いますよね。大筋では、私のバイという予測はそんなに間違いではなかったと思いますけども、結果的にはですねセルの方が正解でした。その辺も含めてですねちょっと反省もしなければならないんですけども、まあでもね、私はこれはねバイの方に向かうと思ってますので、昨日の瞬間的な負けに左右されることなくね、これからの展望をバイの方でもう一回強く練っていこうかと思います。それでは画面を切り替えていきますので、こちらの方をご覧ください。デイリーからです、どうぞ。はい、デイリーになりますと、昨日お話したところでこの形ですよね。この形は相変わらず壊れてないと思うんですよ。右肩上がりでフラッグを書いていくような形ですよね。こういうようなフラッグが見て取れると思います。今まで何回もこういうの見ましたよね。こうですね。ちょっと見立てが悪かったのが4時間と1時間なんですけども、4時間ねこういう風になっていて、実はねここを割らないと思ってたんですよ。ですけども昨日の段階ではこれ割っちゃいましたよね。でここは急速に折れ曲がってるじゃないですか、移動平均線が。こういうこともありますんで、移動平均線が上に向かって3本開いてるからといって、まあそれだけでね、あのバイの方に、決定したのはちょっとまずかったかなと思いますけども、全体的には右肩上がりなのは右肩上がりだというふうに私は認識をまだ変えていません。もしかしたら明日明後日以降で変わるかもしれませんけども、もう一回ねここまで落ちたからこそもう一回倍の方で見ていこうかと思います。今度はここですね、ポイントはね、この辺りに反発して倍の方に向かうというふうにちょっと今考えているところでございます。1時間なんですけども、ここはね本当にね私の不徳といたすところですか、小さな三角形があって、それが徐々に大きくなっていって大きな三角形ができましたよと。でしかも下の方にはゾーンでブロックされてますよっていうところだったんですけども、次の三角形は育つことなくね下の方にズボッと埋もれてきましたね。で移動平均線は3本とももう下に行ってたわけですけども、そのまんま大きく下に埋もれてしまいましたということで、現在下の方に行ってます。でここからねどうやって上昇に行くんだと、跳ね返って下の方に行くんではないかなという見方もあります。でこれを一回置いてですね、倍の方にそれでも向かうのはなぜかというと、デイリーの方がやっぱりね右肩上がりだからなんですよ。まあ、ですんで今回はこのゾーン実はレジスタポ転換することなく上の方に突き抜けてくれるんではないかなと思います。そうなった暁には倍の方で改めて入り直そうかと思います。エントリーポイントはこちらですね、109円の575を上回って上昇に、まあ、入った場合はそこで倍に入ろうかと思います。それが今回のエントリーポイントですね。それ以外の時はまあ全部様子見でございます。特にこちらの下の方でまだ推移する時はね、改めて今度は逆転して全部を否定してセルの戦略に入らなければなりません。その時にはちょっとねこれ日足もちょっとね考え方変えないといけないと思うんですよ。例えばこのポイントがずっと上がってきたのがね、ここからは転換して下の方に向かうんではないかなっていうふうな解説を始めることになります、はい、ということですね。今回ははい、仮説とやっぱりね修正の繰り返しでなってますんで、仮説がそのままスルスルスルと当たることもあるんですけども、今回はそうではなかったです。まあいろんなね揺れ動く期間はあって、見るのも相場っていうのを続けてきた挙句倍の方で決めたんですけども、今回は見るのも相場の後で倍に入ったのは外しました。でもこれは瞬間的に外れであって、全体的には倍の流れっていうのはまだね崩れていませんので、もう一回倍の方で今回お話したエントリーポイントを引いていこうかと思います。それ以外は全部、見学でございます。で本日は以上ですね。